ホモサピエンスは、原生人類が属する種の学名である。人族で現存する唯一の種。種の貝の亜種の分類では、原生人類を、ホモサピエンス・サピエンスとすることで、彼らの祖先だと主張されてきた、ホモサピエンス・イダルトと区別している。そういう工夫に長けて適応性の高いホモサピエンスは、これまで地球上で、最も支配的な種として繁栄してきた。 国際自然保護連合が作成する絶滅危惧種のレッドリストは軽度懸念としている。ホモ・サピエンスの学名は1758年にカール・フォン・リンレが考案した。ラテン語の名詞でホモは人を意味する。サピエンスは動詞サピオを理解する知っているの現在分子で知恵のあるといった含み。ホモ・サピエンスの亜種はホモ・サピエンス・イダルトゥと唯一現存する。 ホモ・サピエンス・サピエンスである。ネアンデルタール人も一足として、ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシスに分類する学説も、あり、また種の標本が発見されたホモ・ローデシエンシスも、足として、ホモ・サピエンス・ローデシエンシスに分類する学説もある。アルタイで発見されたデニソワ人も、足とする学説があり、ホモ・サピエンス・アルタイと名付けられている。ちなみに、 ネアンデルタール人やデニソワ人の遺伝子は現代人に混入している。個人類学では、ホモサピエンスの起源で、アフリカ単一起源説と他地域進化説の二つの仮説が長年激しく対立したが、現在はアフリカ単一起源説が主流である。更新予が始まる250万年前から現在まで、世界中の 各地域で人類がそれぞれ独自に進化してきたとする多地域進化説はミルフォード・ h オウォルポフが人類の進化を説明するため1988年に提唱した。人類が共通の祖先を持つとする仮説は1871年にチャールズ・ダーウィンが表した人間の由来の中で発表された。この説は 古い標本に基づいた自然人類学上の証拠と近年のミトコンドリア DNA の研究の進展により1980年代以降に立証された遺伝的な証拠や化石の証拠によると非現生人類のホモ・サピエンスは20万年前から10万年前にかけて主にアフリカで現生人類へ進化した後6万年前にアフリカを離れて長い歳月を経て 世界各地へ広がり、先住のネアンデルタール人やホモエレクトスなどの初期人類集団との交代劇を繰り広げた。原生人類すべての起源が東アフリカにあるとする説は科学界でほぼ合意されている。ネアンデルタール人のゲノムを解析した研究チームは、人とネアンデルタール人の DNA には一部重複があり、人を非アフリカ人とアフリカ人に、 グループ分けすると、前者は後者よりもネアンデルタール人に近いという解析結果を提示した。そしてこのことから、人がアフリカから各地に散らばる時期に、ネアンデルタール人からの遺伝的フローがあったと見るのが有力だとしているが、それ以外の可能性も排除はできないとしている。ケンブリッジ大学のアンデルス・エリクソンとアンドレア・マニーカは、 ネアンデルタール人と人との交配説に疑問を呈し、DNA の重複はネアンデルタール人と原生人類の双方の共通の祖先の名残とする仮説に基づいたシミュレーションによりその仮説は DNA の重複を説明できるとする研究結果を2012年8月に発表した人族とチンパンジーの共通祖先が分岐したのはおよそ200万から1000万年前 ホモ・サピエンスとホモ・エレクトスの共通祖先が分岐したのはおよそ20万から180万年前と見られている。現世人類はホモ・サピエンス種である。そして、そのうち唯一現存する亜種はホモ・サピエンス・サピエンスとして知られる。他の基地の亜種であるホモ・サピエンス・イダルトはすでに絶滅している。一時期、ホモ・サピエンス・ネアンデルタ・レンシスと呼ばれて亜種に分類されていた。 ネアンデルタール人は3万年前に絶滅している。遺伝学研究は、現世人類とネアンデルタール人の共通祖先が、およそ50万年前に分岐したことを示唆する。現世人類の最も古い化石は、エチオピアの重い石から発見されたおよそ19万5 0年前のものとされてきたが、2004年に、 モロッコのジェブル・ナーハウドの地層で発見された頭蓋骨及びその同年代のものを思われる複数の石器がおよそ30万年前のものであると結論付けられ2017年6月のネイチャーに発表された。分子生物学の研究結果からすべての原生人類がおよそ20万年前のアフリカ人祖先集団に由来するとした証拠が示されているが それより10万年ほども古い化石が発見されたことで今後のさらなる研究が待たれる。アフリカ人の遺伝的多様性に関する広範な研究から14の祖先集団クラスターに由来するサンプリングされた113の様々な集団のうち3人の遺伝的多様性が最も高いことが判明している。また、この研究報告は 南西アフリカのナミビアとアンゴラの沿岸境界近くが現世人類の移動の起点だとしている。直近1万5千年のゲノムを解析した結果、一個体群の自然淘汰が現在も作用を続けていることが判明している。ありがとうございます。